預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。初めてじゃないんだな、これが。勇者の星に異変が。え、なんだと。結局勇者の星が落ちる。落ちるの。わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。空が変な色になったから不安になってきちゃったけど、一体何があったのわよな。さっき王様が青ざめた様子で3階の方に駆け上がっていたわ。心配だからあなたも言ってあげて。空が変な色に。またあれか。なんか時期が変わっ、ウルノーが倒して時期が変わっただけで勇者の星は結局落ちてくるんですか？不安そうだな。ルキ、どうしたんだい、ルキ。そんなに怖がらなくても私がいるから大丈夫だよ。このだ、ねえ、大丈夫じゃねえだろう。あゆなよ。ソラとの長い旅もようやく終わると思ったが、まだその時ではなかったようじゃな。まずはソラの様子を見てくるがよい。王や兵士の慌てぶりを見る限り、ただごとではないようだからの。あっちの先に上がればいいんかな。急にソラが変な色になったと思ったら、ただごとじゃない雰囲気になってきたね。私もなんだか怖くなってきたよ。でも何があっても、神の兄貴とユイ様が何とかしてくれるから大丈夫だよ。そんな人任せな。てか、この空間によってさ、みんなどうやって空の色変わったって分かったん？窓も何にもないしさ、微塵も空見えませんけど。う、あなた怖いわ。お願いだから一人にしないで。私のそばにいてちょうだい。今度はちゃんと守ってあげてね。こっちでいいんかな。3階って言ったよね。3階のバルコニー。あ、一応3階には上がってきたぞ。バルコニー。なんかヨッチが、なんかヨッチが走ってんだけど。どうした？今までのヨッチってさ、基本的になんか、歩き寄るのを見ることはあったけど、走っていくのを見たことってあんまない気がするな。なんだ、どうしたんだ、怖いんですけど。もう話しかけれるタイプのヨッチじゃないけんね。ここ？バルコニー。おう、ユイ様、グレイグ将軍から話は聞いております。どうぞお通りください。なんでも、ユイ様、勇者の星に異変が見られたとのことです。ささ、ユイ様、お急ぎくださいませ。また近づいてきよるとかそういうこと？どこだよ。どっちから行っても一緒か。バルコニーに出ます。うわー、まがまがしい色になってきたよ。また何か早めに手を打っとったってことやね。なんとまがまがしい空の色だ。みんな、あれを見て。何？勇者の星？勇者の星が落ちているのか。ひー、またこいつが、こいつがなんか関係あるの？前もね、そうよ、あれ誰？そういえばやけど、あれ誰？みんなが、グラスオブロフィナモンネルを見よ。みんな、あいつってこと？あのヨッチ。いや、ニャオーノマル様。おー、大王よ。逆再生とかなんかな、これ。時を、何？時を遡ってきたのが、お前だけだと思うなよっていうのは、自分がっていうことじゃなくって、このヨッチがってことやったんかな。ねえ、ヨッチ見て言ったよね、なんか。そういうことなんかもしれんね。結局、自分はここで終わりやけど、お前の思う通りにはいかんぞっていうことが言いたかったんかな。
なんかこう他にもお前の邪魔してくるやつはおるぞ的な。勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。あれ、前と同じところ？違うとこかな。おうよ、私も勇者と共に行きます。うん、お、もう仲間になった。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。ねえ、また仲間になるのには時間かかるかもしれん的なことを言ったもんね。勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。グレイグが。でも結構早かったぞ。全く同じセリフ言ったよね、向こうでも。ふう、結局またまだ平和にはなってないんですね。勇者の星が落ちてしまうとは、一体何が起ころうというのじゃ。あゆなよ、何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれるか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるかもしれん。頼んだぞ。デルカコスタ、バクラバ砂丘。行きますか。ん？みんなは一体どこに行ったんだろうか。城の入り口の方かな。あ、おったおったみんな。あゆなよ。同じことやったね。王様との話が終わったら、一緒に石の村へ帰ろうと思ってたけど、ちょっとそれは無理みたいね。勇者の使命があって大変だと思うけど、旅の途中で石の村にも寄ってね。だってあそこはあなたの故郷ですもの。なんかあれだよね、同じ幼馴染でもさ、やっぱドラクエ5のビアンカは一緒に冒険してきた仲間なわけやん。めちゃくちゃ感情移入したし、絶対二人くっつけって思いよったけど、今作では特に幼馴染のエマに感情わかんねえよね。なんかね、いつもチラッと出てくるだけやけん、可愛いとは思うんやけど。あゆな、やっと本物のデルカダルゴに会えたのに、また旅に出なきゃいけないのかい？やっぱりあんたはおじいちゃんの言った通り、大きな使命を抱えているんだろうね。気をつけて行ってくるんだよ、あゆな。うん。やっぱさ、なんか一緒に冒険しよる女性陣の誰かとくっついてほしいよね。気持ち的には。私、勇者の星が落ちる瞬間を見逃してしまって、ですからみんなの話を信じていないんです。だって、空の果てに浮いているものが突然落ちてくるなんて、そんなことあるわけありませんわ。でもね、落ちてきたんすよ。いにしえの時代より赤い星は、勇者の星として崇められてきましたが、実はその由来ははっきりしていません。その勇者の星が落ちてしまったことが、吉と出るか凶と出るか、良い出来事であってほしいものです。あんなまがまがしい色しとってさ、吉にはならんよ。あ、でもあれなんやね。勇者の星が落ちた後は、めちゃくちゃ普通のいい天気なんやね。別になんか、普通に希望に満ち溢れとる感があるけど。これすげえよな。売ったら一生遊べるくらいの金が手に入りそうだぜ。なあ、知ってるか？この総統のわしは、デルカダールの象徴。国旗にも描かれているんだぜ。売るなよ。ポキッと折ってくなよ。怖いなぁ。デルカダールの旗、あれか。なるほどね。相当の鳥。ん？おう、勇者アイナ様。勇者の星が落ちたことは、民にも伝わり、城下町には不安が広がっております。お願いです、アイナ様。急ぎデルカゴサ地方へ向かい、勇者の星の様子を見てきてくださいませ。まあ、隠しとってもね、直接、普通にね、見た人らもおるやろうし。デルカコスタ、デルカコスタって言った？どこだよ。どこだよ。とりあえずバクラバ砂漠の方に行けばいいんかな。バクラバ砂漠とは、クレイモラン？
サマディか。サマディかな。え、書き消された。書き消され、でも書き消されたってことは、あれか？どうした？教育中か？近いってことかな？場所。兵士さんたちは何も教えてくれないけど、何かがあったのは間違いないんですよね。ああ、心配ですわ。お願いです、ユース様。どうか私たち、力なき市民をお守りくださいませ。ねえ、お母さん。勇者の星が見当たらないよ。勇者の星、どこに行っちゃったの？そんな常に見えとるもんやったん？明るい間でも？それはそれでなんかすごい気になるな。みんなめっちゃなんか噂しまくりよるね。さあ、ここから歩いていける距離なら全然、まあいいんですけども。まあそっか、デルカコスタ地方のデルカってデルカダールのデルカと一緒？そういうことか？大丈夫みんな。ふう、忙しいな。全然平和そうだった。なんか始まった？また壮大な冒険が始まりそうな感じ。お！久々だね、馬。名前はあるんか知らんけど、馬。な、ここでドーンとタイトルが出てきそうな感じ。で、どこ？デルカコスタ地方。なるほど、そっちね。オッケーオッケー。向かいます。誰もいねえな。デルカコスタ地方への道。雨が降ってる。あ、あれ？勇者の星。え、落ちてなくない？なんて大きさなの。まあ、普段より落ちとるっていうこと？様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよ、あの黒い物体は。表面からまがまがしい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。そうそう、このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。頑張るしか。勇者よ、お困りのようじゃな。なんか聞いたことある声。ブルノーガの声じゃないの？違う。生きていたのか。あ、ほら、ブルノーガ。このわしがウルノーガとな。ん？そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。あれか、預言者か。わしはお主らの世界では、あ、いやね、うんうん、預言者と呼ばれて。なんでウルノーガに見えるんやろ。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。多分今ここにおるみんなにウルノーガに見えとんじゃないかな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。そっちでイメージを変えてくれることはできるよね。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。何？またそこも繰り返す感じ。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそりゃ。伝説の笛の音が彼の地へ導く。私にはわかるよ。待ちなさいよ、全然わからないわ。残された時はわずか、ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。預言者は知っとんかな、この時を遡ってきたこととか。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある？それです、それです。ふん、他に当てもないし試しに吹いてみれば。
慣れ親しんだケトス。めっちゃ見られよるけどみんなに。来た来た、久々のケトス。え、大丈夫、ぶつからない怖い怖い、砂ぼこりがすげえ。クジラが空を飛ぶですって。あれが神の使いケトスなのでしょうか。え、初めての時もここまでの反応じゃなかったことない？事前に説明みたいなのがあったけんかな。あんまり驚いてないのね。預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。初めてじゃないんだな、これがまあいいわ、私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。でもさ、デルカダールの王様の剣があったのにさ、なんか主人公にちょっとそういう不思議な気持ちを抱いた時に、お前は本当に勇者かってならんもんなんかな。誰かが乗り移ってるとかさ、そういう思考になってもおかしくない気がするけど。また行くのか、天空の民のところに。どっ、あの、あそこか、あのキラキラのところ、ん、違うか。サマディ地方南の高台、え、違うよね、きっと。待って。あー、なるほどね。あっちかな。とりあえず、ここぐーっと行って、これは、あれ、え、これか？これやね。神の民の里。はい。ふう、来た来た。可愛いところだな、相変わらず。なんだよここは、町ごと空に浮いてるのか。古の昔、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、なんか思ってた人と違うんですけど、出てきたのが。我ら神の民も大樹の下として平和に暮らしていました。あれか、神のための里もさ、なんかもうみんな亡くなってしまって、あの子だけ生き残ったみたいなこと言ったよね。亡くなってないパターンってことか、今。え、あれは？大樹が落ちたことによって、その影響で神のための里もめちゃくちゃなったんやっけ。ほら、知らんやつ。ですが、ある日、闇が空を覆い、遥か天高くより災厄が飛来しました。その災厄の名は、名はニズゼルファ。ニズゼルファ、あれや、勇者の星に書かれとったって言った文字じゃない、ニズゼルファね。解読しよった時に言ったよね。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとは、かつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。あれ、それがあの黒いやつか。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ、長老様のもとへお越しください。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。うん、そうだね。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。まあ、勇者の星って呼び寄るのはね、地上の人らが勝手にやけん。だってパッと見た感じ、全然聖なるものではない感じしかせんかったけどね。勇者様、ようこそいらっしゃいました。ここは古の昔より命の大樹に仕える一族、神の民が住む里です。長きにわたって天空よりロトゼタシアを見守ってきた一族として、あなたにお伝えすることがあります。まずは長老様とお話しください。長老様は里の一番奥、大きな石像がある島にいらっしゃいます。大樹がどうのこうのって言うってことは、やっぱりあれか、大樹が落ちたことによってあの一族は滅んだっていうことなんやね。一人を残して
めっちゃおるもん、みんな。この太陽の神殿の奥には、世界誕生の時からこの世を照らしてきた聖なる神の炎が安置されている。だが今は入ることができない。我らにとって神聖な場所であるため、特別な時でない限り扉を落としているのだ。私は入りましたよ。あの炎を取っていきましたよ。扉は固く閉ざされている。待って、王様ってどこにいるの？勇士様、よくいらっしゃいました。伝説に語られるあなたにお会いできて大変光栄に思います。長老様はこの太陽の神殿ではなく、里の奥にある浮島であなたを待っています。あっち側か。さあ、長老様のもとへお進みください。王様じゃなくて長老様やった。あんちゃんどうしたんだい？ははん、他の島にどうやって行くのか知りたいんだな。ならオイラが教えてやるぜ。他の島への移動は浮遊石を使うんだ。何？使い方は簡単さ。島の端に設置されている浮遊石の上に乗れば勝手に動き出すからな。ちなみに長老がいる島はこの島の奥にある浮遊石に乗っていくことができる。へへ、勉強になったろ。ちゃんと覚えときな。こんな感じの雰囲気じゃなかった？喋り方とか。あの生き残りの子。あ、これってことかな。これあれやんね。ウルノーガの城にもあった仕掛けやんね。まあ、どこにでもあるか。ふわー、動物たちもいる。めっちゃ豊富やね。馬に羊、犬、鶏、ウサギ、かわいい。私は学問的研究のために動物を集めている。神の民にとって普段見ることのない地上の動物は、とても興味深い研究対象なのだ。特に馬と呼ばれるこの大きな動物は、人間を背に乗せて走ることもあるらしい。とても研究しがいのある動物だな。あれなんかな、普段地上、ね、もともと地上で生活しようと動物たちが、こんな空高く来ても大丈夫なもん？その内臓的なものとか。ここは違うんかな？関係ないんかな？勝手に入ったけど。ここ全然長老関係なかったりする？もしかして。なんか関係なさげやね。あ、でもどこから来たんかな？あっちから来たんかな？あれなんかメインっぽいよね。え、どこだ？ここ？あれ違うな。道具屋さんやね、ここ。私は神のための里の盾琴職人よ。日々美しい音が出る盾琴の作り方を研究してるの。女の子もいるんだな。え、キメラおるんやけど、普通に。バサ、バサ、バサ。驚かないで。僕は悪いものじゃないよ。季節ごとに大陸を移動する渡りキメラさ。この里は大陸を渡る途中で休憩するのにもってこいだから、夫婦で泊まらせてもらってるんだ。夫婦で？あれ、奥さんってわけじゃないよね。中におるんかな。え、おらんくね？奥さん。おった！え、かわいい！メッキッキ、メッキッキ。すごい！私たち魔物の世界にはないハイセンスな商品がたくさん売ってるわ。地上にいるおじさんにお土産でも買っていってあげようかしら。でも、どれを買えばいいのか迷っちゃうわね。明治キメラってことかな。ちょっと私、いまいちさ、この、色違いのモンスターたちの名前を把握できてないんやけど、未だに泣き声的に明治キメラってことかな。 あっちも動きよる。連動しとん。乗ってない方も連動して動くんやね。あ、ここかな。ここの上じゃない？なんかぽくない？ぽくない？え、違うかな。ここもなんかでかい建物ではあるけど、もしかしてお主たち人間か。ええ、そうです。やはりそうか。人がこの里に来るのは久しぶりじゃ。何十年、何百年。いや、もっとかの。この里は空気が薄く、人間とっていろいろと慣れないこともあるじゃろうが、せっかくだからゆっくりしていきなさい。やっぱ空気薄いんや。じゃああの動物たちにも苦しいんじゃないの。よくいらっしゃいました。勇者アイナとその仲間たちよ。長老様はこの先の広場にいらっしゃいます。あなたをお出迎えするために、たくさんの神の民が集まっているので、早く顔を見せてあげてください。ありがとう。ちょっとね、道に迷ってたんすよ。何がどこなんだか全くわからんくってさ。あ、いいね。おーっと、ここにも、モンスターたちと共存というか、しとんやね。うりゃうりゃ、俺は長老様の用心棒だ。長老様に失礼があれば俺が許さんぞ。
かわいい。ドッスンドッスン、さあ悪い奴はどこだい？長老様に逆らう奴は容赦しないよ。すごいね、モンスターが用心棒でついてる。なんか宝箱いっぱいあったそれ全部もらえる？寝てる。こちらが我らが長老イゴルタプ様です。起こしてから紹介しよう長老様は神話の時代から生きている方だよ。あ、そうなんや。普段は深い眠りについておられるから、あれ？めったに目を覚まさないんだ。ね、この建物ってさ、この建物あれよね、あの地上に落ちとった建物よね。ここでさ、なんかあの何やった、石みたいなやつ発見せんかった？なんか遠くからキラッと光よるやつ、石？歯車？なんか見つけたよね、そこで。ここやった気がするんやけど、イゴルタプ様も目覚めると思いました。こんな壁やった気がする。仕方ありません。この里に伝わる神話について私の方からお話ししましょう。こちらの壁画をご覧ください。ほらほら、壁画もなんか書かれとったもん。こんな絵やったかどうかちょっと覚えてないけど、多分こんな絵やったはず。命の大樹に眠る大いなる力を狙い、何あの気持ち悪い。ロクゼダシアに現れました。あれがニズゼルファ？なんか変な体勢の。邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪な正気で地上を怪我したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。しかし、万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、一人の救世主を地上に遣わしていたのです。その者の名は老主、うん、あなたの祖先、伝説の勇者です。ん？ってことは祖先は、え？神の民の里の出身ってこと？え、そういうことじゃない？老主はケトスの背に乗って大空を舞い、祖先を神の民の里の大地を巡って、ものやとしたらこういう見た目ってことよね。絶対違うよね。集めました。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者のもとに集ったのです。うんうん、4人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。長き戦いの末、ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ？残念ながらそれは私にも分かりません。私のせいなのでは？大丈夫か？ですが勇者が生まれた意味は分かります。多分あれ、あなたと邪神は一人一体、ね、勇者と一緒に邪神を倒すため時を遡ってきたよね、あいつ。しかし一体どう立ち向かえばよいのか。苗木じゃよ。お、起きた。ん？おお、長老様が。そこまで驚く感じ。みんな静かにするんだ。長老様がお話になるぞ。大樹様の苗木を頼れ。苗木がすべてを知っておる。また苗木か。結局なんかすべて重大なことはすべて苗木から聞き寄る気がする。そうか、そういうことか。あなたにお渡ししたいものがあります。いびきが邪魔です。入り口にある太陽の神殿に来てください。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんか結局勇者の星、でも勇者の星って前回完璧になくなったよね。だけど、まあ、今回はまだギリ耐えとる感じ？まあ、なんか、ニズゼルファ的なあれが復活したみたいやけど、新たな敵。
あれか、真のボスってことかな。ここまでウルノーが引っ張っといて頑張って倒そう。